こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日はですね、ラズベリーパイ、それから、アルデュイーノというですね、可愛い名前がついてるんですけれども、基板むき出しの、コンピューターと言っていいと思うんですけれども、これです。ここにもね、現物も持ってきてるんですけれども、今日はこれを作っていきます。ここ十数年で起きた、デジタル関係のことで、僕自身が一番驚いたのが、実は今日作るラズベリーパイと、アルデュイーノです。どちらも基板むき出しの、コンピューターですね。最初に出てきたのが2005年にイタリア製の、アルデュイーノなんですよね。マイコンボード、ワンボードマイコンとも言いますけれども、教育用や電子工作の定番として、例えば L チカとか言いますけど、 LED をチカチカ光らせる、もう超入門で、触ったという人もいると思うんですけれども、それからアルデュイーノ言語という、C 言語に似たプログラミング言語も使えるコンピューターでもあるので、センサーから来た信号を処理して、例えば USB 経由で他のシステムに送ったりとか、そういう大人の世界っていうんですかね、今をときめく IoT の分野でも重宝されていると。ところがこのアルデュイーノって、最初はなんか100個も売れればいいと思って作ったものらしいんですよ。その感覚僕もすごく分かっていて、というのは2000年代に入った頃、もう全然誰も予想していなかったように突然電子工作のブームがやってきたんですよね。それまではもうみんな出来合いのコンピューター、パソコンとかせいぜい自作で組み立てるぐらいだったやつが、突然ですね、アルデュイーノが出てきたりとか、米国でメイクという電子工作だけじゃないんですけれども、手作りでいろいろやっちゃおうと、しかもコンピューターと絡めるとそういう手作りのものもめちゃめちゃ面白くなっちゃうよというようなことが大ブームになっちゃったんですよね。コンピューターってね、1980年代は8ビット、それから16ビットになりましたとか、1990年代に Windows がやってきて、ネットがやってきたとか、その後モバイルとかスマホとかそういう時代になっていくんですけど、いきなり2005年から10年ぐらいにかけて、それ以前の1970年代の、キットと当時言われたんですけど、まだちゃんと箱に入ったパソコンが発売される前の基板むきなしの時代のものがバーンと戻ってきて流行っちゃうなんてことはですね、予想しなかったし、ちょっと楽しいことでもあると思うんですよね。ラズベリーパイの方は、ラズパイとかね、訳されてますけれども、こちらは2012年に英国でコンピューター教育向けとして開発されたシングルボードコンピューターです。マイコンボードの方は、先ほども説明しましたけれども、IO ポートなどを介してですね、センサーとか LED、あるいはモーターなんかのオンオフをしたりするのが仕事。システムの手足になって動く部品と考えていいと思うんですけれども、それに対して、ラズベリーパイシングルボードコンピューターはもうこれ自体で立派なコンピューターです。こんなちっちゃい基板なんですけれども、通常は、そんな使い方はしないんですけれども、液晶画面やキーボードやマウスをつけると、いわゆる Linux ベースのパソコンとして、使えます。普通にワープロとかね、ウェブとか、何でもできちゃうということなんですよね。このラズパイもですね、電子工作だけじゃなくて、教育用だけじゃなくて、IoT とか、最新のいろんなコンピューターの分野でも使われています。僕がね、 Facebook グループを使ってやってる AI で RC カーを走らせようというのがあるんですけれども、そのドンキーカーというラジコンカーの改造版なんですけども、それもですね、 AI 部分、このラズベリーパイに Google の人工知能をインストールして使ってます。例を挙げたらキリがないぐらい人気のあるシングルボードコンピューター、それがラズベリーパイですね。ちなみに
このラズベリーパイのパイって、今一番人気のあるプログラミング言語の Python ってあるじゃないですか。あれのパイに引っ掛けたもんなんですよね。ということでラズパイでは Python も使ってですね、まあ音声や画像、USB 端子もいっぱいついてますので、それからあの SD カードのスロットもついてたりとかするんでですね、まあ本当にいろんなことができるっていうことなんですよね。まあ、今回このラズパイとアルドゥイーノを作ったんですけど、こういう基盤むき出しのもので、まあいきなり世界がめちゃめちゃ面白い方に向かっている、まあ IoT がまあそれで生まれて、それでデータがすごくセンサー経由でバンバン集まるようになったと。でそれでビッグデータという概念が注目されたりとか、データがいっぱいあると AI でも活用できるということで、まあめちゃめちゃ面白くなってきてるんですよね。まあだからこの世界楽しいと。ということで、できました。まあ、日本でもね、ラズベリーパイにかけていちごジャムとか、またもっと教育で面白いことができるんじゃないかってことで、マイクロビットというやっぱり英国のマイコンとかも出てきてますけれども、まあめちゃめちゃ、まだまだ楽しいのがこの分野ではないでしょうか。ということで、まあ、コンピューターというよりはまあ基板なんでね、マイコンボードだったりシングルボードコンピューターなんですけれども、結構可愛い感じでできたかなと僕的には思ってるんですけれども、来週もやります。見てください。